見えてます。あ、じゃあ、このまま始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。コードデータ計算環境を丸ごと公開するサービス、コードオーシャンの紹介をしたいと思います。データ解析、データサイエンスにおける、再現性を関連する、再現性に関連した技術っていうのはたくさんありまして、なんか研究者が何か新しいデータ解析手法だったり、データベースだったり、まあ論文出したりとか、そういうことをやったときに、その結果を、他のユーザーが、再実行したりするっていう、この間で、まあ、再現性が全然取れないっていうのが問題になっていて、それを解決するための技術がたくさんありまして、まあ、例えば各種の言語のパッケージレポジトリが頑張ってるって話もあります。例えば R だと、C ランとかバイオコンダクターが、まあ、裏で、実行のテストをしていたり、まあ、Python だと PyPy コンダポージとかバイオコンダとか、Julia だと、まあ、GitHub の機能を使ってテストをしたりしてますし、ソフトウェアのレポジトリの GitHub、GitLab、Bitbucket は、継続的なインテグレーションのツール、Jenkins、Travis、Circle CI、GitHub Actions みたいな、技術と連携できるようにしていて、そのツールが他の環境でも実際に動くかっていうのを検証することができますし、あと論文も最近はクラウドで書くようになって、Overleaf、クラウドラテック、シェアテック、みたいなものもあります。で、こういったクラウドに置かれたデータベースとかデータ解析手法とかをユーザーがダウンロードしてきて実行するっていう、その中でも、まあ、どういうふうにそれを渡すかっていう渡し方にもいろいろあって、まあ、最低限リードミーだけ書いてるっていう人もいますし、ドキュメントをしっかり作り込んでるっていう人もいますし、あと計算したその環境、仮想環境をユーザーに渡すっていうことで、アナコンダの、設定ファイルを、YAML で入って、向こうでも、コンダで実行してもらうとか、あと Docker で使ってもらうのに Docker ファイルを書いておくとか、あとまあ、その環境を自分で作ってもらうんじゃなくても、その環境のイメージを渡してしまうということで、Docker Hub とか Singularity Hub とか、バイオコンテナーとかもたくさんありますし、あと、ノートブックも、まあ、仮想環境とかと関係してくるので、ノートブックを渡すというので、まあ、ユーザーがそのブラウザー上で実行、できるようにするってことで、ね、Google コラボとか、Binder とか、Azure Notebook とか、あと、もうちょっと込み入ってきて、いろんなツール、いろんなデータで計算する必要があるってなったときに、まあ、ワークフローで CWDL、WL、SnakeMake、Next Flow、Galaxy なんていうものがあります。で今日紹介するコードオーシャンは、まあ、こういった話に多分全部関係してくるような話です。コードオーシャンとは何かっていう話なんですが、データ解析の再現性を向上させるために2017年から始動したサービスで、研究者が書いたコードとかデータとか、実行環境とかをすべて詰め込んだ、コンピュートカプセル、これちょっと日本語に訳しづらいんですけど、まあ、コンピューテーショナルとか、コンピューティングとかじゃなくて、なんか、コンピュートってなんか動詞だと思うんですけど、まあ、コンピュートカプセルみたいなことを言っていて、まあ、以降、日本語ではカプセルとしますけど、まあ、そのカプセルを公開するっていうことをやってます。このカプセルの実態は Docker ですね。まあ、なんか模式図がこれで、まあ、いろんな言語で書かれたいろんなツールを一つのカプセルとして閉じ込めて公開するっていうことをやっています。特色としては、
その計算環境が、向こう側が用意しているサーバーなんですけど、多分。で、なんか GPU とかも使えるみたいで、なのでディープラーニングで TensorFlow を使いたいとか、統治使いたいみたいな人がいた場合にすごく便利かなっていうのと、あと、MATLAB も使えちゃうんですよね。その優勝版の言語として、まあ、MATLAB ってよく出てくると思うんですけど、このコード社の中では MATLAB は自由に使えるみたいです。で、実際にその MATLAB の各種ツールボックスも揃えているみたいです。あと、作ったそのユーザーのカプセルに対して DOI が発行されるので、まあ、論文の中でこう参照したりとかもできますし、アップデートされた時に、まあ、最後にドット、バージョン2、バージョン3みたいな感じに変わるだけで、まあ、ほとんど変わらない DOI が、アップデートされます。料金としては、無料版ですと、1ヶ月10時間、ストレージは 20GB までらしいです。で、チームとかインスティチューションとか、もうちょっと、優勝版のグレードが高い、プランもあるみたいで、まあ、ただそれでもストレージはそんなに増えないですね。計算時間も10時間が20時間に増えるとか、そのくらい。なので、なんか、次世代シーケンサーのデータを、ローデータをそのまま、この、駆動者の中にポンと置いて、普段使いするっていう感じではまだないかなっていう気がしますね。ただ、そのファスト Q データとかから解析した加工済みのデータを、まあ、ここに置いて、なんか、プロットとか、まあ、そういうちょっと軽めの解析した結果を公開するっていうことなら、まあ、できそうかなっていう感じです。で、いろんな論文の雑誌と、このコード社が連携してまして、例えば F-Search and Research とか、あと BMC Bioinformatics とか、まあ、他にもいっぱいあって、ギガサイエンス、IEEE とか、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスとかの、いろんな、雑誌が最近、この行動者と連携始めましたみたいなことを言っています。このテイラー&フランシスっていうのが、この F-Search and Research の、まあ、出版元みたいなところですね。これ以外にもいろんな雑誌があるんですけど、確かにこの行動者の話は論文と相性がいいかなと思います。まあ、例えば論文の中でこう、フィグをグリグリ動かすとか、そういうインタラクティブな図とかに使えそうだなってのと、あと読者にその解析をその場で試してもらうみたいなこともできると思います。で、実際にこの行動者を取り入れた論文をいくつか見たんですけど、あれです。そのカプセルの、リンク先に誘導するだけっていうパターンも結構多かったんですけど、この2つの論文は本当に論文の中にこのカプセルを直で埋め込んでて、行動者のウィジェットっていう機能らしいですけど、なんでこのページにアクセスすると、こういう行動者のこの編集画面みたいなのが見れて、ここでボタンをポチポチ押すだけで、解析結果をすぐ再現できるっていうのが、すごいところかなと。まあ、この仕組みがどの雑誌でもできるのかわかんないんですけど、まあ、とりあえず観測した中では F-Search and Research と Cell Systems は、こういうことができるようにしていました。あと、オーバーリーフとの連携っていうのもなんか紹介していて、オーバーリーフのブログの中で、まあ、コードを、まあ、そんな大したことは言ってないんですけど、コード社でフィグを作って、パブリッシュして、で、その、リン
ファイルの URL をこのオーバーリーフとこう連携させるっていうことをすると、画像の生成の話と論文を書く話が切り分けることができるので、こっちでフィグがアップデートされたこっちの埋め込まれた先でも勝手にアップデートするみたいなことが可能になるっていうことを言っていました。で、今日実際にちょっと試す時間がなかったので、まあ、こんな感じだよっていうのを他の人が言ってた記事を参考にしてますけど、そのカプセルを開くと、まあ、こういう編集画面になります。で、こういういろんなプログラムが置かれている、コードペイン。なんかペインっていうのはなんかこの窓枠っていう意味で、こう、ここの枠がコードペインっていうらしいんですけど、あとデータに関してはデータペインがあって、編集画面のエディターペイン、あと解析結果の出力が見れるのがリザルツペインっていう、があって、だから R スタジオみたいな感じで、こう一つの画面で関係する情報を全部ギュッと押し込めて、見せているような、まあ、ID っぽいインターフェースみたいです。はい、まとめますと、コードオーシャンでコード、データ、計算環境をカプセルとして公開することで再現性が向上されると思われます。で、まあ、ちょっとスペックが、ちょっと、それほど高くはないので、まあ、デイリーなデータ解析よりも論文のフィグの公開時に使うとかが今は現実的かなと考えています。で、似たようなことは多分ノートブックとか Google コラボとか Binder とかでも多分できるんですけど、まあ、なんかよりその、なんていうんですかね、人のパソコンの画面をなんか直で覗いてる感じの使用感っていう感じですかね。関連するプロジェクトファイルとか、コードとか、中間ファイルとか、画像とか全部がなんか、そのまま環境ごと渡されて見えるみたいな、そういう使用感は、他のツールではあまりないと思うので、そこはすごいかなと思いますね。はい。以上です。ございます。これどうですか、使いそうですか。あ、ちょっとまだ試してないんで。なるほど。ちょっとスペックが問題ないですね。うん、なるほど。なんかもうちょっとお金出すからこうストレージも1テラぐらいくれないかなとか。うん、計算時間無制限とかにしてくれないかなとかあるんですけど。なるほど。自分的にはその9枚目のスライドのところで、この FCN リサーチの方で、Jupyter ラボとか R スタジオとか Shiny とかターミナルはあるんですけど、デスクトップごとここに、Linux デスクトップ環境ごとここに再現できるみたいなのができないかなと思ったけど、それはちょっとまだ無理そうかなっていう。感じっすよね、やっぱ。Linux デスクトップ、ターミナルみたいなのが、XFCE とかそういうデスクトップマネージャーごとここに。はい。それができないと自分がちょっとやりたいことってできないっぽくて。なるほど。ま、うん。頑張ればできなくもないですけど、まあでも基本的には Jupyter か R スタジオ想定みたいな感じですよね。か Shiny かっていう感じです。そうでしょうね。なるほど、わかりました。技術的にはできそうですけどね。なるほど、うん、承知しました。あと BMC バイオインフォーマティクスとも対応してたんですね。知りませんでした。いや、これも対応してるっていうレベルかわかんないんですけど、まあ、対応してるっていうともう本当にその雑誌のその論文にアクセスしたら
こういうなんか直埋め込みができるみたいな感じですけど、なんか多分そこまでいってないんじゃないかなって。なんか使ってみてくださいみたいな、推奨みたいなぐらいな言い方に感じたんですけど。なるほど。おっしゃってたあのリンクだけみたいなケースっぽいなっていう。じゃないかなと思う。なるほど。わかりました。印象ですけど。はい、で、本格的に使えそうなのは今のところ FSEN とセルシステムズだと。そうですね。わかりました。まあ、他にもまだあるかもしれないですけど、見つけたのはこれだけですね、まだ。わかりました。ございます。他の方は特に質問とかはないでしょうか？ないっぽいんで、地崎さんどうもありがとうございました。スライド見えてますか？見えてます。見えてます。はい。コードデータ計算環境を丸ごと公開するサービス、コード社の紹介っていうので、前回、コンセプト的な話はしたんですけど、実践編ということで、実際にちょっと触ってみた話をしたいと思います。あと、バイオパッカソンのステッカーは、デザイナーに発注してたのがあるんですけど、今回、出来上がって、まあ、こういう感じのデザインになりました。まあ、2人でこう頑張って箱詰めしていて、こう、奥で先がバイオコンダクターになってて、この青い人は応援してるみたいな構図ですね。はい。なんか、これからここでなんか発表したい人、はい、言いましたら、まあ、このステッカーも全然使っていただいていいので、まあ、どっかで共有します。あ、なんかリンク送ったことあるかもしれないですけど、はい。で、コード OCEANとは何かっていうと、データの解析の再現性を向上させるために2017年から始動したサービスで、研究者が書いたコードであったり、データであったり、その実行環境自体とかも全て、詰め込んだ、コンピュートカプセル。コンピューティングとかコンピューターじゃなくてコンピュートカプセルっていうのがちょっと不思議なんですけど、英語的に。まあ、以降カプセルと言いますが、まあ、そういうカプセルを、作って、その中に必要なものを全部入れて、それを公開するっていうので、まあ、この、絵のイメージなんですが、まあ、実態として、まあ、背後で使われている技術は、まあ、普通にどっかになっているってことですね。で、それを GUI でちょっと支援するようにしていたりとかっていう形になっています。で、その、カプセルなんですけど、コード OCEANでアカウント作って、カプセルを自分で編集するってなると、まあ、こういう画面で操作することになります。RStudio とかみたいに、投稿開発環境みたいな画面で、ここにコードに関するコードペイン、パネルじゃなくてペインってなんか窓枠って意味らしいですけど、コードペインと、あとデータに関するデータペインと、エディターペインと、あと解析結果のリザルトペインみたいなのが一気に、ここで見れるっていう感じになってます。で、それを今回ちょっとだけ触ったので紹介します。もうすでにアカウントは、自分の名前で作りましたが、ニューカプセルというボタンを押すと自分のカプセルを作ることができます。で、自分のカプセルを作るとこういう画面が出てきます。で、ここに環境に関することがいろいろ書かれていて、すでにコードOCEAN側が、準備してある計算環境がここにいっぱい書いてあって、まあ、この、なんですかね。例えばこれだと Python がすでに入っている環境とか、これだと、GPU が使える、環境とか、あと MATLAB もタダで使えますね。で、そういう環境をすでに、作る。であるので、それを使います。今回は、R で自分のパッケージを
コードオーシャン上で実行したいので、この R っていうところを選びました。で、さらに最新版の 4.0 がもうすでに使える状態になっていたので、この 4.0 のところをセレクトしました。で、そこをセレクトすると、こういうふうに、どのパッケージを事前に、インストールしておくかっていう画面が出てきます。でここに apt-get でいろいろ、事前に入れておくライブラリが指定できていて、ここではバイオコンダクターのパッケージ、ここでは CLAN のパッケージ、ここでは GitHub で独自に置いてあるだけのパッケージが指定できます。でまあ、ここでこういう lib なんとかみたいな Linux のライブラリが書かれているのは、まあ、何回かやって全然この SC 転送が動かなかったので、まあ、これが必要なんだなといういろいろ手探りで調べてようやく分かったって感じなんですけど、あとこういったインターフェースで入れられないようなツールっていうのは、ポストインストールスクリプトっていうところで書いて事前にインストールしておきます。はい。で、この操作が終わると、Docker ファイルが編集されていることに気がつくんですけど、要するに、さっきのこの Environment っていう画面で、ポチポチ押したことっていうのは、この Docker ファイルを編集するのを支援したっていうことに相当します。でさっきのボタンポチポチじゃなくて、この Docker ファイルを自分で手作業したいっていう人もいると思うので、そういう場合はここをアンロックすれば、自分でできます。あと、メタデータってところに書くことがあります。これはこのカプセルに関するメタデータを自由に書きます。僕は、このカプセル名をまず C テンソルデモっていうふうにして、あとどういう、まあ、バイオロジーに関するカプセルだってこととか、簡単な説明文書いたり、あと自分の名前を書いたりとか、どのライセンスを宣言するかっていったことをここに書きました。でそうすると、どっかの時と同じように、こういうメタデータ YAML っていう設定ファイルが出力されます。であと、バージョン管理の概念もあって、この右側の方に、さっき作ったばかりのカプセルがこう、二つファイルが編集されたっていうのがこう、別のステージに移動しているのがわかるんですけど、ここで説明を書いて、コミットチェンジっていうふうにすると、Git のコミットみたいな感じで、バージョンが、管理できるっていう仕組みになっています。でさらに、サブミットフォーパブリケーションというふうに押すと、ボタンを押すと、もう外部で他の人も触れる状態になるみたいです。あと、何かこう計算をする上でデータが必要になるんですけど、まあ、計算の途中で、外部から取ってくるっていうコードを書いてもまあいいんですけど、なんかその計算する途中でそういうなんか自分がコントロールできないものに依存するところがあると、なんかたまにそのリンク先のデータベースがなんか止まってたりとかして取れなかったりしてボケるとかもあるので、まあ自前のデータはここに置いた方がいいかもしれないです。で、あと、コードについては、run っていう名前のシェルスクリプトをここに、作るっていうのが決まり事になっているみたいです。で、ここにこういうシェルスクリプトを置いておくと、この reproducible run っていうボタンを押したときに、これが実行されるっていう。で、まあ、これはなんか決まり事、規約みたいなふうにしているみたいです。で、僕は自分の SC 転送のデモをここでやりたかったので、R スクリプトに、こういった、R のスクリプトを実行するというふうに書きました。でその、生成レポートエグザンプル.R という R スクリプトなんですけど、
シーテンソルを、ロードした後に、まあ、これはほぼシーテンソルのデモコードなんですけど、データを読み込んで、テンソル分解して HTML レポートで出力するっていうところまでを書きました。で、最後、これもまあ、多分決まり事としてみんなに実践してもらいたいなと思うんですけど、リザルツっていうディレクトリが最初からあるので、解析結果は多分ここに入った方が良くて、なので HTML レポートも、アウトプットのディレクトリ先はこのリザルツってところを指定しました。で、このボタンを実行すれば、先ほどのシェルスクリプトが実行され、シーテンスが実行されます。で、まあ、なんかデフォルトのそのクラウド環境みたいで多分実行するんだと思うんですけど、もう少しこう別のクラウド環境も各種用意しているみたいです。で、ここでそのなんか制限に引っかかってしまって、You have reached the end of your quota っていうふうに言われて、1時間以内に計算を終わらせるか、5ギガまでしかストレージは使えないみたいな制限があって、なんか無料プランだとそういうなんか制限があって、まあ、ちょっとそこ、おかしいなと思ったんですけど、その料金体系みたいなの、なんかページがあるんですけど、そこには、10時間20ギガって書いてあったんですけど、まあ、ちょっと話が違う感じがするんですけど、実際にやってみたら1時間5ギガで引っかかりました。まあ、ちょっと料金表の方がアップデートされてないのかもしれないです。で、まあ、あと後日ちょっとやり直したんですが、実行すると、ランニングっていう状態になって、そのログが見えます。で、ビルドログっていうのと、アウトプットっていうのがなんか、ビルド時のログと出力がここに、まあ、外部出力がここに測れます。で、まあ、結局、バグがあって、解析結果最後まで見れなかった。たんですね。で、いろいろやってるうちに、2回目のこのクォーター制限に引っかかってしまって、1回引っかかると1ヶ月待たないと、いけなくなるので、もう1ヶ月待つのはちょっとないなと思ったので、ここら辺でやめてしまいました。で、行動産でコードデータ計算環境をカプセルとして公開することで再現性が向上されると思われます。ノートブックでもいいんですけど、まあ、プロジェクトファイルを丸ごと見れるような、なんか本当に人のパソコンの画面を覗いているような使用感が、他の技術にはないところですごいかなとは思うんですが、ちょっとクォーター制限があまりにも厳しすぎるので、僕は当初その、お金さえ払っておけば、普段のデータ解析も全部ここでやってしまって、なんか論文とか、なんかでその他の人に渡さなければいけない状況になったらもうすぐパブリッシュボタンを押せば、済むみたいな世界を想像していたんですけど、まあ、実際はちょっとクォーター制限があまりにも厳しすぎるので、現状としてはその簡単なデモをこう、ツールのデモを公開するとか、あとこうすれば論文のフィギュアは再現できますか、できますとか、そういう小規模な、ものに限られるかなと。まあ本当に大規模なワークフローをこれで作るとかいう話ではないと思います。あと、コードオーシャン側が用意している環境で必要な共有ライブラリーがない場合が多いんですよね。なんか、向こうが用意している環境はちょっと、まあ、多分、その軽量化重視みたいな感じにしてるのかもしれないんですけど、本当に SC テンソル使いたいから SC テンソルだけインストールしても何かのライブラリーがないっていうのを言われて最後までインストールできない場合が多くて、そのエラーメッセージを辿っていくみたいな作業が絶対必要なので、ちょっとそれはいまいちだなっていうのと、かつその Docker 環境を最初自前で用意して、例えばここで
ここだとその行動者が用意したこの部分というの環境を取ってきて、さらに加工を加えてるわけなんですけど、この Docker 環境、なんか自分で用意しておけば、なんかこの行動者上で作業する時間を最小限にすることができるので、クォーター制限に引っかからないんじゃないかと思ったんですけど、このフロームのところを行動者が用意している Docker イメージ以外に書き換えると、動いてくれないんですよね。多分なんか制限を与えているみたいで、それ自前の Docker 環境が使えないっていうのと、かつ作業してるうちにどんどんクォーター制限で使えなくなるっていうのがあるので、環境づくりの作り込み作業がかなりしづらいっていうのがいまいちですね。あとカプセルを外部にエクスポートできるらしいので、まだやったことないですけど、なんかさっきのいろんな環境とかデータとかコードとか全部入ったものをローカルマシンにどさって落として、で、どうやるかわかんないですけど、まあそれを、そのカプセル内で、多分計算資源はローカルマシンで、動かすっていうことができるみたいなので、まあその機能を使って、ちゃんと動作が最後まで行くことを確認した後に、行動者側にデプロイするっていうのが正しい使い方なのかもしれないですけど、まあそこら辺のことをここで説明してるんですけど、まあ、ちょっとそこら辺のベストプラクティスがまだよくわからなかったなっていう使い心地でした。はい、以上です。ありがとうございます。すげえ、ためになりました。ちょっとこのスライド見せてもらいたいっていうのがあるんですけど、17枚目見せてもらってもいいでしょうか。これ、1ヶ月に1時間しか使えないってことなんでしょうか。そうなってましたね。なるほど。で、はい、多分、僕が鈴崎さんのこのカプセル試したいってなったときは、ログインした状態でないと使えなくて、僕が走らせるのも、その、僕が走らせるのと鈴崎さんが走らせるのの、このコンピュータタイムの消費量っていうのは、個別に管理されててみたいな感じなんですよね、やっぱり。そうですね。はい、日田さんがアカウント作って、僕のこの、はい、カプセルを実行した場合、はい、西田さんのクォーターがどんどん減っていくっていうことですね。はいはい、なるほど。で、なんか料金表を見てると、月20ドル払う、25ドル払うみたいなプランもあって、それでも10時間が15時間、20時間に変わるぐらいな感じなんですよ。はい、ストレージも20から25、30になる。全然大して変わんないじゃないですか。ちょっと料金体系がいまいちだなってのがあって、もっと、なんならもっとお金出すから、もっと自由に使わせてくれないかな、みたいなのが、はい、不満ですね。ちょっとそこら辺フィードバックするかもしれないです。ここさえなければ、その R における、Google コラボみたいなものが、夢のようなものができるのになっていう感じですけど、ここだけ厳しいですね。そうですね。わかりました。っていうか、夢のようなって言いつつ、まだその津崎さんが言ってたような環境の構築もちょっと大変そうだっていうのがあるっていう感じなんですね。わかりました。そうですね。はい。でも、あれですもんね。R にはGoogle コラボみたいなのないっすもんね。いや別に R を Google コラボで使えばいいんですか。そこから技でっていうのはあると思うんですけど。うん。はい。ああ、まあ、R のカーネルを事前に入れとかないとみたいな、はい、若干何ステップかありますけど。はい。それをクリアすればほぼ Python とか Julia とかと同じように。はい。使えるとは思いますね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい。よくわかりました。
まあでも、マトラブはやってみたいですけどね。パパッとマトラブ使いたいっていう時が嬉しいかもしれない。ああ、そうですね。マトラブと GPU の存在がでかいですね。はい。ただで使えるというのがなかなかないので。はい。ありました。はい。あ、特に質問はないですかね。OK っぽいですね。大丈夫です。